足とかですね痒くなったりカサカサなるんでクリーム塗ってます。膝とか肘、あ、顔もでも結構気になる化粧水と乳液とかなんかそういうクリームとかをいっぱい塗って保湿してます。九州北部地方も気温が下がり空気が乾燥する日が増えています。 JR 博多シティの雑貨店ハンズでは加湿器や保湿クリームなど乾燥対策の商品がこのところ売り上げを伸ばしています。冬に欠かせない加湿器、こちらたくさんの種類がありますがデスク周りなどにおけるコンパクトなサイズが人気だそうです。 LED の光で暖炉の炎のような癒しの空間を演出するこちらの加湿器は今シーズン出たばかりですがすでに人気商品となっています。最近はデスク周りや車の中で使えるコンパクトなタイプを中心にインテリア性の高いものが去年より売れているそうです。湿度が低くなると喉の粘膜の防御機能が低くなるため加湿器は風邪対策にも有効です。まずは健康第一です。しっかり体を温めてで加湿などをしてウイルス対策とかもしっかりしていただければと思います。次は保湿クリームです。ハンズで最近よく売れているのが牛乳石鹸赤箱シリーズのスキンケアクリーム。肌に優しく手頃な価格のため1週間で150個も売れる人気商品となっています。また保湿やスキンケアに加えリラックス効果のある入浴剤も売り上げを伸ばしています。やっぱリラックスしたいので、香りがいいものとかですかね。お肌ちょっとしっとりさせたいかなっていうのはありますね。保湿も大事だし冷え性なので手足が暖かくなったらいいですよね。空気の乾燥とともに肌のトラブルに関する相談も増えています。かゆみとともに足や手の皮膚が白くカサカサとなりひどくなると赤く荒れた状態となります。また新型コロナの影響でマスクによる顔の肌荒れも増えているそうです。実はですねマスク化っていうのは高湿度なんですよ。逆に外した時に通常の空気との差で一気に乾燥するってことが知られてきたんですね。バリア機能が落ちたところに摩擦が加わって皮膚炎まで起こしてしまう。肌が荒れる原因の一つはマスクの中の蒸れにあります。乾燥した空気の中でマスクを外すと肌の水分が一気に蒸発し肌を守るバリア機能も低下。かさついた肌をマスクがこすることでかぶれたり炎症を起こしたりします。高松医師に乾燥から肌を守る注意点を聞きました。まずは入浴。寒くなると体を温めようと少し厚めの風呂に長く入ってしまいますがこれだと乾燥から肌を守る皮脂が溶けてしまいます。湯船に入るのは38度から40度のお湯で15分以内に済ませましょう。そして顔や体を洗うときは強くこすらず石鹸をよく泡立て手で撫でるように優しく洗い流すことが大切です。入浴後は肌に水分が残っているうちに保湿をすることがポイントでクリームなどを肌の表面がテカテカするくらいたっぷりと塗るほか加湿器を利用するなどして部屋の湿度を 50% から 60% に保つことも重要だそうです。日頃からのお手入れがやっぱり大事かなと思うんですね。乾燥してもう辛くなってからではなかなか市販の薬とかでは対応が難しくなってくるので入浴の方法であるとか湿度の調整とかですねあと保湿剤を上手に利用されて悪化する前からの準備が大事かなと思います。